フロレス県は、ウルグアイ南部の県。フローレス県とも表記される。県とは、トリニダ、マヒモサントス製県時に設置された。県名は、コロラド島を結成した、トリニダ出身のベナンシオフロレスにちなみ名付けられた。県内には、有史以前に描かれた多くの祝いの遺跡があるが、中でも、ャマンガ地区に多い。フロレス県は、 ダニーロ・パリアレス・エチェベリー・アヤ・ド・オチャ・マンガなど多くの著名な音楽家、音楽グループを輩出した。県と鳥ニダ以外では農業が基幹産業で主に肉用牛や羊が飼われている。平原では現在でもガウチョが馬にまたがっている光景を目の当たりにできる。地元でエスタンシアスと呼ばれる牧場には観光客が訪れることのできるものもある。 フローレス県では伝統を守りながらも、現代技術の長所のみを取り入れている。例えば鳥に出しないでは現在でも馬車が走っているが、通信は全てデジタルで、ワイヤレスインターネットも全県で利用できる。フローレス県では100種類以上の鳥が見られる。例えば、塀を支える柱の上には、赤褐色をしたかまど鳥が、その名の通りかまどのような巣を作る。 高いユーカリの木には緑色をしたオウムが巨大な巣を作る。平野では地元でテロスと呼ばれる南米タゲリ、穴掘り袋、カンムリシギダ町などが見られ、その上空を羽長中飛、ワシ、タカなどが飛ぶ。閑静な田舎道ではベニヘラサギやカワセミが、牧草地ではトキの群れやダイサギが見られる。小立にはノドグロ交換町、チャバラエボシゲラ、 ハサミヨタカなどがいる。豊かな草地には夕暮れになると長く、分かれたを思った、大乱鳥がやってくる。春から秋にかけて広がる、背の高い紫色の植物の絨毯には、青胸姫エメラルドハチドリが蜜を吸いにやってくる。剣ンの未開拓の牧草地には、テグウト影、アルマジロ、キツネ、スカンク、ウサギ、フクロネズミ、ヘビなどが生息している。剣とトリ鳥ダ谷も、 自然保護区がある。県の総人口は2万5千人だが、そのうち2万人が、県と鳥ニ谷に住んでいる。人口密度は1平方キロメートルあたり5人と、ウルグアイの県の中でも最も低い。しかし、家畜が35万頭も飼育されている。2004年の国勢調査時点で、県内には2万5千104人、8千137世帯が、住んでいる。 一世帯あたりの平均人員は3.0人で、女性100人に対し男性は97.5人いる。平均寿命人口1000人以上。ありがとうございます。